いません。めっちゃ遅れた、すいません、本当に遅れました、すいません遅れて。このうちの髪の毛でうちがどれだけ急いできたかっていうのが伝わってくるでしょ多分。雨の中どれだけ頑張ってきたかっていうのが伝わると思いますけど、おつにじです、ありがとうございます。マジで急ぎた、急ぎました。もう髪の毛もやばいじゃん、もう本当に嫌だ、あの配信が長い間できないのが。配信久々に来られてありがとう。いつも来るときさ、うちすっぴんでやだいつも来てくれるときさ、こういうめちゃくちゃ急いだみたいな時で可愛い姿を見せてられなくてすいません。なんか本当にそういうことが多くて、普段来れなくて久々に来れたって方が来た時に限ってなんかすっぴん髪の毛ボサボサみたいな時が多くて、こんばんは、そんなことないよ、ありがとう、かわいい、ありがとうございます。イベントは季節に入ったやつか、やばくない？ココミが可愛い、ココミが一番可愛い、嘘だ、それは嘘です。可愛いよ、ありがとうございます。やばくない？なんか恋愛映画のワンシーンみたいな感じで走ってきたぐらいな勢いでした。うん、だから髪の毛が水です。こんにちは、おつにじありがとうございます、桜ありがとうございます、たくさんハート星ありがとうございます、こんばんは、ありがとうございます。こちらこそ、なんてテロップ書けばいいかな、ハートありがとうございます、桜ありがとうございます、桜アイテム集めてますとか、春だね、もう4月だって。ありがとうございます、ハート、桜ありがとうございます、桜ありがとうございます。ありがとうございます、桜。寒い、なんかありえないぐらい寒い、どういうことって感じじゃない？もう4月だよ。ブログ見た、どうだった？今日はブログの日なんですけど、桜ありがとうございます。本当にさ、めちゃくちゃ顔やばくない？ね、暖かくなってほしいです。桜ありがとうございます、ここみよしありがとうございます。なんか髪質が本当にやばいんですよね、わかる？雨に濡れただけでこんなになるんです。ほら、ハートありがとうございます、たくさんありがとう、さくら。三色団子もそうなのかな、
涙袋描いてみようかな。え、傘あったんですけど、それも捨てながら配信をしようって思って帰ってきました。濡れるより配信を優先して帰ってきました。私も雨降ると広がってまでも終わるよね。本当に嫌だよね。おつにじ、そう、ありがとう、偉すぎる。こんばんは、おつにじ。やばいよね、髪の毛こことか。可愛い国民がいっぱい幕張ね、初めて嬉しかったです。ありがとうございます、皆さん来てくれて楽しかった。え、大丈夫、手大丈夫、お大事にです、治るように。感動した桜、ありがとうございます。ありがとうございます、三色団子お餅ありがとうございます。涙袋ね、なんかこっちの目だけあってこっちは全然ないんだけど、嬉しいよね。綺麗、ありがとうございます。初だった、可愛いですね、ありがとうございます、嬉しい。お餅ありがとうございます、急いでくれてありがとう、こちらこそ。そうです、桜ありがとうございます。こんばんは、まだ仕事中です、頑張って、頑張ってください、お仕事。桜ありがとうございます、三色団子。今日ちょっと変わってみる、今日は今までにないくらいの美女が悪い日。数ヶ月に1回くらいあるんだよね、気をつけて、本当になりますように。そう、本当に今日は、はい、ミレさんの配信までやるのにすいませんね。握手会ね、楽しみ。桜ギフトめっちゃ可愛いけど、ありがとうございます。美女いい、本当に。なんか前髪も浮いてるしさ、前髪も汚いし、うちも今日は睡眠不足です。まかり、お疲れ様でしたね、楽しかったです。お餅ありがとうございます、自然なココミも素敵、ありがとう。幼い感じ、桜ありがとうございます。雨のせいにしよう、本当に雨のせいです、全部。今日はココミの配信ありがとうございます全然、桜ありがとうございます、配信して大丈夫でありがとうございます。いつものにじちゃん、本当に実物のココミン可愛すぎて緊張する、本当に。そんなに変わらないよ。まかり楽しかったよね、ありがとうございます、こちらこそ嬉しかった。結婚してありがとうございます。じゃあ仕事戻るね、ありがとう、頑張ってください、来てくれてありがとうございます。秒すぎたね、本当に秒でしたね。雨のせいでも可愛いココミ、ありがとうございます。よかった、頑張れて、今日もいっぱいサイリウム振りで見つけます、見つけます。雨好きだよ、でも雨の中で行動するっていうのは嫌い。雨で車乗るとかは好きなんだけど、雨の中歩くとかは嫌。桜ありがとうございます、走ってきた感伝わる、めっちゃ頑張った、ありがとうございます。ハート、桜ありがとうございます。雨の音好き、よくない、なんか雰囲気がねえ。会いましょう直接。え、そう、雨を眺めたりとかが好きです。桜ありがとうございます。ハートありがとうございます。メイクすると綺麗、嬉しい。握手会でもキラキラしてるからね、ありがとうございます。楽しいからです、本当に。
雨で運転怖いよね。ちょっと大雨の時とか怖いよね。桜ありがとうございますね。なんかさ、雨降ったらさ、この雨でさ暖かくなったりするかな明日から。なんか季節の変わり目ってさ、なんか急に大雨降ったりとかさ、一日中雨だったりするじゃん。だからこれで暖かくなったりすればいいなって思って。桜ありがとうございます。桜ありがとうございます。やばいね雪道。雪道は本当に怖い。桜ありがとうございますね。春になってほしい。雨を降る詩人おすにじ、ね、本当に暖かくなってほしい早く。本当にあの恋しいです、夏が。うん、ペンギンありがとうございます。三色団子を持ったペンギンありがとうございます。ココミンお花見行きたいです。金曜くらいからは暖かいんだ。ありがとうございます。桜なんかまだ桜咲いてないの、やばくない？夏と冬なら絶対夏です。22時まで配信撮ったらイベント、まあそう、22時までに配信がならないのが本当に本当にそう。ありがとうございます。桜たくさん、そう、制服のメモを出させていただいてるので、多分あの年齢でね活動できることがね、公演とかだと制服の目ぐらいしか年齢とかでないので。ね、入学式ももうすぐになっちゃうけど、いいね和菓子。全然ティーンズもあってなんかいろいろあって大変なんですけど、今初めてのショールームのなんかイベントに頑張ってみようって思ったイベントなので頑張りたいです。でもやっぱ年齢があるので絶対にそんな絶対にやらないといけないみたいな感じではないんですけど、頑張りたいです。いつから22時ね、本当にね泣いちゃうかも、22時まで配信できるようになったら。美味しいもの差し入れいいね、ありがとうございます。さくらアバターいいよね。あと5年ティーンズチャレンジ、あチャンスね、やばいよね。あと5年もしないと二十歳にならないっていう。ありがとうさくら、あお餅ありがとうございます。三色団子たくさん、三色団子ありがとうございます。おつにじね、泣き顔です、毎日泣き顔です、常に。三色団子ありがとうございます。頑張ります。いろいろありますけどみんな頑張ってますしね、本当にみんなです。そこらありがとうございます。こんばんは。なんか8時の気がして、多分8時なんですよ研究生配信。桜ありがとうございます。できる時間が8時っぽくて、仕事終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。ね、3つの旗ありがとう。いつも忙しい中やるすぎるよ、ありがとうございます。嬉しい。そう、桜ありがとうございます。帰宅しまして、お疲れ様です。お帰りですね。アバターがゲットできるチャンスらしくて、この前のイベントもやっぱ配信できる時間が少ないとあれなので、参加にあんまりできなくて、イベントに。桜ありがとうございます。そう JK になっても8時なんですよ。みゆちゃんはもう
9時までできると思うんだけど、多分うちはまだ8時までしかできないんだよね。さくらありがとうございます。そう、ココミンは12月まで無理なんですよ。本当に4月生まれが良かったって思って。投票済みです、ありがとうございます。そう、みゆちゃん誕生日4月の15なんですよ。そう、研究生一緒にしてほしいよね。そこ研究生一緒っていうか、高校生枠とかさ、高校1年生とか高校2年生とか高校3年生っていうので分けてほしいよね。誕生日じゃなくて。本当にね、それが悲しくて。お4月の5、もうすぐですね。そう、16歳からじゃないと9時までが無理らしくて。桜ハートありがとうございます。誕生日ね、大人になったら絶対そうだよね。3月、え、過ぎた。ハートありがとうございます。そう、同じ学年でもあれらしくて。4月23もうすぐじゃん。おめでとう、もうすぐだね。そう、10時9時までらしくて。9時か、ん、ん、ん、ありがとうございます。桜、ん、みゆちゃんも8時までか。あ、みゆちゃんも8時までです多分。すいません、みゆちゃんも8時までな気がします。すいません。さくらありがとうございます。ありがとう、さくらたくさんね。あと4分、すいませんね。あと4分、誕生日読まなきゃ。明日誕生日おめでとう、おめでとうございます。楽しい一年にしましょう、一緒に。綺麗ありがとうございます。桜餅ありがとうございます。壇上読まなきゃかな。あ、53分、よかった、焦った。桜ありがとうございます。そう、なんか本当に10時まで配信できるようになったら本当に楽で、本当に楽だろうなんて思うんですけど、頑張ります。明日お誕生日おめでとうございます。おめでたいですね。ああ、スマホが。ミレちゃんは正規メンバー、ミレさんはその正規メンバーなので、さくらありがとうございます。全然大丈夫だよ、謝らなくて。昇格頑張ります。そう、このイベントアバター作れるらしくて、この前のイベントでたどり着けなかったのでアバターゲットに。お誕生日前夜祭おめでとうございます。ありがとう、さくら。ミレさんも、ミレさん今焦らずじっくりスキルを貯めてますよ、すごく。常に常に。そこらありがとうございます。アバターどんな感じだろう。でも朝ね、朝配信結構やってますよ。朝配信やってるのでぜひ来てください。今は春休み期間なのでいつでも配信ができます。ここに無理せずでいいんで、ありがとうございます。そこらありがとうございます。大丈夫で、ありがとうございます。全然頑張りすぎてなくてグッドです。アバターどんなのかな。え、どんなのにしよう。
アンダーネ頑張ります。本当に16歳になりたい。せめて9時までがいいよね、活動できる時間。桜ありがとうございます。一気にね上がってきますので、カエル虹、え、可愛いね。なんかでもなんか可愛くない？カエルが虹のところにいるとかも可愛くない？アバターね、可愛いよね。ありがとう音符。でもうちはなんか12月ぐらいから配信が切れないんですよね。8時になっても。桜ありがとうございます。桜ありがとうございます。ありがとうございます。桜たくさんね、大人扱いされて。子供扱い、間違いない。ありがとうございます。たくさんトーク会もね、本当に切ってほしいよね。できないなら8時に来たくなっちゃうもん。切れないなら男女を呼びます。13位、わたあめの方。13位ありがとうございます。12位は透明黒猫の方、ありがとうございます。11位はオームランズさんのリラックマの方、ありがとうございます。10位はアンズさんの登りを持った方、ありがとうございます。オームランズさんのね。9位はポチャッコの方、ありがとうございます。嬉しいです。8位は岡本さんの浮きを持った方、ありがとうございます。7位はシナモンの方、ありがとうございます。コメントも。6位はニジニジのニジニジの太陽の方、ありがとうございます。5位は初期アバターの男の子の方、ありがとうございます。4位は石塚さんのアバターの方、ありがとうございます。これもさ、自作のアバターなのかな。3位は熊のハートを抱いた方、ありがとうございます。2位は星のお祭りの星お祭りの方、ありがとうございます。1位は女の子の方、ありがとうございます。1位、可愛い女の子の方、ありがとうございます。来てくれた方もコメントしてくれた方もギフトたくさん、桜ありがとうございます。誰か教えてあげてって本当に。でもできないんですよね、雨の中走ってますよ。ダメなんですよね多分やったら。ありがとう、こちらこそありがとうございます。コメント、桜ありがとう。自作アバターいいね、いいですね、貫いてて。ありがとうございます。ね、頑張ります。アンズさんとも話して、あのアンズは分かってるからねって言ってくれて優しかったです。アンズさんが優しかった、ありがとうございます。いい夢見ます。皆さんもぜひ出てきますように、うちが夢に。おつにじ、親にじメール送るから見てね、返信してね。今日の配信見た人はありがとうございます。先週出てきた、ありがとう。さくらありがとうございます。
ありがとうございます。皆さん。おつにじ。ありがとう、さくら。現在。イエーイ。